演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら業務スーパーのふんわりケーキチョコとふんわりケーキティラミスを食べたいと思います。これはどんな感じなんだろう。見た感じはちょっとチョコパイ系みたいな感じの印象があります。当てる場所あった。チョコレートはこんな感じで、ティラミスはこういう感じ、こんな感じですね。ではまずそれぞれを手に取ってみますね。なんかポワンポワンしてるような、そんな感じですね。チョコレートの中身はやっぱりこういう形状です。で、おっと崩れた、こういう風になるんですね。ではいただきます。チョコレートは濃厚で、周辺の生地は甘さが控えめでしっとりしている、ちょっと大人向けのケーキですね。では次、このティラミスを食べてみたいと思います。こちらもやっぱりこういう感じですね。中身は、はい、ティラミスってやっぱり白です。茶色同士だと被るからな。でも周辺の生地はちょっと茶色っぽいかな、こちらは。ではいただきます。より私の好みなのはこっちの方ですね。自分の食べた感想だとチョコレートはこちらの点数ですね。そしてティラミスはこちらの点数です。やっぱりチーズクリームの酸味がさっぱりしているので、こちらの方がより軽く食べやすかったんですよね。チーズの酸味も好きですので、こちらの方が一つ高い、こちらの点数とさせていただきました。もちろんチョコも美味しかったですよ。軽いのでちょっとつまみたい時にもいいですね。初中見舞いサラリーマンで大変や、いっぱい書かなきゃいけませんからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。